どうもこんにちは、オースピンです。今日もバーサスともくんの解説をやっていこうと思います。じゃあ見ていきましょう。スワップ戦ですね。さあまずはどちらからスタートするかだが、ピヨからスタートしていく。まあ、いつも言ってるけど、まあこの開幕ピヨの時は基本的には先寄りの土台が強いんだけど、これピヨ2手順で組んでますね。ミスって2手順の弥生手順で組んでしまったが、しっかり組んでいきたいところ。それに対して相手のトモくんは、左寄りかな、左寄りの土台だと思います。さあちょっと困ってるが大丈夫か。これ困っている、若干困っているぞ。2連に対して相手も2ダムなんで、まあこれは大丈夫ですね。まだお互い本線は発火していないので、残し的にはちょっと相手の方が形的にはいいかな。ちょっとこちら手順間違えてしまったんで、そこで動揺してしまった感じで若干形が乱れてます。さあ TSA タワー組んで相対当てているが、相手が2発乗ってるんでちょっと振る。さあかなりギリギリまで積み込んで、テトリスから2発目のテトリスが間に合わなかった。さあ問題はここからの立ち回りが結構難しいところですね。さあ赤ハッカーにして相手にデカめの単発、コンボ込みなんでちょっと打つしかなかったですね。こちらコンボつけてなかったんで見事に打たされてしまって、赤から発火されていく。さあこれ結構ピヨ側ではきついんだけど、この時に入れ替われば火力が軽減されるので、そう、今の連鎖ってピヨ側で返すとめちゃくちゃでかい火力になるんだけど、テト側だとちょっと火力が軽減されてしまうんだけど、やはりちょっと連鎖数が少なすぎたんで触ってしまったって感じですね。逆にプヨ側でもう返されていたとしたら、もう確実にオーバーキルレベルの量が来たと思うんだけどね。そういう細かいところも実はあるっていう、まあ、スワップルールだからあんまり切り替わずにプヨ側でできれば返したいところなんで、そういうところがかなりでかい。さあ今回は思い出したかのように先ほど組んでいく。それに対して相手がこれは右寄りの新 GTR。さあ、紫ハッカで、ちょっと迷っているぞ。さあ、2列目から行った。ちょっと妥協してますね。だいぶ妥協してる感じがあって、連鎖数がちょっと少ない。あ、スワップルールは本当にまあ、発火できなきゃ負けるっていうこともあるけど、あんまり妥協しすぎると、連鎖数で負けてしまうんで、ちょっとまあ、難しいところであるよ。相手、中開け。結構穴が強いんで、これ、繋がり次第では、余裕で耐えられそうだぞ。しかし、こちら、連積み込んで、相手が、アイミの、Z ミの、オーミの、S ミのと掘った方が良さそうだったけど、アイミのを横置きしてコムにしたか。なるほどね。横置きの選択はこれミスってないですね。あれ、テトリス打ちたくなるんだけど、まあ、後々のことを考えると横置きの方が繋がるので。さあ、冷静にでかい本線打たれて、こちら連の構え。一応、コンボ連で返すことはできるんじゃないかな。カサ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 して、なんとか紫逆か。しかし相手も連繋がるんで強いですね。そう、S ミの、T ミの、J ミのまでのホリレンになるとしっかり相手見えてる。さあ、こちらもなんとか、連で耐えられるかな、ギリギリ。J ミの、O ミの、I ミの、J ミの、S ミのまで。ギリギリ耐えたが、かなり危ないです。Dスピンダブルテトリス。さあ、アイミの間に合うか。間に合わず、間に合わなかったんで、2ライン停止で妥協しましたね。妥協したけど、まあ結構、ホリレンのルートは繋がると思うんで。J、じゃない、L ミの、Z ミの、J ミの、L ミの、みたいな感じで、多分繋がる。しかし、相手の4連鎖に対し、こちら発火できずに、カサカサしてしまう形になってしまった。これは辛いぞ。コンボつけられないんで、相当苦しいですね。多分刺さっちゃうかな、これ。ギリギリちぎって、なんとか延命することにはできたが、相手の、また再び連鎖があるんで触ってしまった。今のどうだったかな、アイミの刺せばワンチャン耐えれた可能性はあるかもしれなかったけど、ちょっと判断ミスってしまいましたね。相手の連鎖数が言うほどなかったのに、2連ぐらいかな、コンボをつけるだけだったのか。なんでワンチャン耐えれたかもしれないけど、ちょっと判断ミスで触ってしまいました。さあお互い、先寄りの土台、こちら先寄り GTR に対して相手が、新 GTR ですかね。新 GTR 途中で黄色入れといて、連鎖数を伸ばしていきたいところ、紫確定させて、まあ本戦確定させても、まあ2じゃないんでね、不要2じゃないんで、基本的には本戦1本で強いんで、さあ発火してきた、こちらも発火。連鎖数的には、どうだろう、相手の方が1連ぐらいでかいかな。5連、11連か、相手。こちら10連なんで、そうですね、1連だけでかいですね。
サーティースピンダブル、テトリス。まあ一連の差なら全然テトリスで、まあごまかせる範囲内なんで。しっかりテトリスで耐えていった。テトリスできれば受けたかったけど、ちょっと受けられずに T スピンダブルで総裁当てる形になってしまいましたね。地形的にも相手の方がちょっとだけいいかな。さあ、こっからのクヨの立ち回り次第ですね。1回2連で、牽制したところに相手が打ってきた。ロンダブ。ちょっと短いです、これ。短いけど、しっかり伸ばして打っていった。これはまあ6連ぐらいあるんで十分量。しかも全部クヨ側の量で帰るんで、結構大きな火力にはなると思う。テトリス側に切り勝った時に、まあ、ここでね、火力が増加されるんで。さあ、しかしこちら結構ミスってる。ミスってるが、T スピンダブル無理やり作って、テトリスまで持ち込んだ。ちょっと危なさそうだったけど、なんとか操作しましたね。君の間に合うか、これ。間に合わないと察知して、三雷消しで削ってしまったのは結構痛い。しかし、相手も下っている。二雷消し。こちらも下っていたが、相手も下っていたんで、ちょっと、なんか無駄に長引いてるような感じがある。あ、結構ね、テトリスのその、ルールに関しても、スワップルールは2先じゃなくて、ネクストが3個しか見えないんで、そこも辛いところの一つにはなっている。さあ、ニトリだったかな？ニトリに対し、ちょっと一旦削ってコンボつける体勢かな？黄色でコンボ。これは不利ですね、だいぶ。だいぶ不利だが、なんとかコンボはつけれてるんで、ティースピンダブル。コンボ付きのティースピンダブルで耐えて、3ライン消し、テトリスと。相手、コンボついてるんで、だいぶ強いですね。結構火力きたが、なんとか耐えたかな？危ない。しっかり、1ライン分消せば、その、競り上がらない仕様なんでね、スワップルールは。なんで、最低限、消して消して、なんとか耐えてって、ギリギリまで受け切ってから3ライン消しのコンボ。さあ、2連鎖じゃない、3連鎖。3連鎖に対して、こちらコンボついてるんで、強いです。3ダブ4連のコンボ付き。相手ちょっとコンボのつくタイミングが悪かった感じか、プヨ側の発火にコンボがつけられなかったんで、そこで差が出た感じですかね。さあ、ちょっと黄色入れて青発火したかったが間に合わないんで、2連で妥協してコンボつける。結構堀連のルートはありそう。大見の間かな。大見の間で、さらにラインでしょ。TSD で、相手穴場で行ったけど、まだ掘れそうかな。エルミの、T ミの、J ミの、アイミの間で。ギリギリ耐えられるようではあるけど、どうだ。T スピン先読みしたけど、こちらの的道がそのまま直で行ったんで、相当振る。一ライン消しで、一ライン消しじゃない、単発で削りながら延命しているが、その間にこちらどん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 本線伸ばせるんで、伸ばして発火していった。まあ、これが十分量じゃないかな、さすがに。不要側で延命したとしても、テトリス側の地形がかなり致命傷な状態になっているので、まあ、それを見越して、こちらが発火していったって感じですね。まあ、スワップルール今のはすげえ長かったけど、本当にね、展開が目まぐるしいというか、ぷよぷよテトリス、どっちかが有利でも全然挽回できるんで、本当に難しいんですよね、このルール。さあ、ティースピンダブル構えてる。お互い総裁当たるが、まあ、1ライン分こちらの方が多かったんで、相手に穴場がいった。総裁外しから、ティースピンダブル、テトリス対戦かな。ちょっと迷ってますね、これ。できるだけ受けて、テトリスにした。ちょっと地形悪くなるけど、それでも、受ける判断をしましたね。受ければ、相手に、不要側で火力が送れるっていう面で、有利が取れると判断しましたね。さあ、不要側で有利だけど、これ連鎖しっかり発火できなければ、その有利が台無しになるんで、冷静に、赤かな、赤赤。さあ、8引いたと思いきや、これはちょっと緑が、吸収されるのを、しっかり見て、赤から発火した。さあ、これ強いですね。コンボつけれれんが、あゆみのエルミノまで。アイミのエルミノまでから、ちょっと Z ミの回転に苦戦しているが、しっかり回転で刺して、テトリス。モッサモッサと打ってるが、さすがに、治療かな。さあ、ペヨガの地形で有利だったんで、そのまま連鎖発火して、テトリスの、まあ、地味なホリレンだったけど、コンボがついてるんでね、それだけの火力が、加算されて、有利になったって感じですね。ペヨガで有利に取るのはかなり重要なんで、テトリス側の残しも重要だけど、不要側でしっかり有利取って連鎖数で勝ってると、かなり、有利になりやすいんでね。ここを、意識したって感じ。さあ、これちょっと青が被ってしまうのを確認して、1回2連鎖で打っていった。それがモロに食らったが、どうだ？単発から。本戦はちょっとなさそうかな。相手がネクストで発
過できなさそうなんで、黄色が繋がってなさそうなんで、それを見越してこちら本線悪化したが飛んでいる。相手も耐えるために中開け組んだが、ちょっと予想外にこちらの連鎖数が繋がっていなかったため、逆に厄介な感じになってしまって、耐えられるかあれ、SB の超えないか、SB の超えても、無理かな、耐えられないか。ちょっと、内容的には怪しかったですね。相手が中開けだったんで、4連か5連だったかな、4連ぐらいだったんで、ワンチャン、耐えられた可能性はあるんで、これ若干怪しかったですね、内容的には。しかし、それが逆に奇襲になって、相手の、不意をついて、中開けをあまり積み込ませずに、資料にさせたって感じですね。まあ、理想だったら、ちゃんと本線を繋げて、まあ相手にテトリスで治療分を送って、ピオガーの、まあ本戦がなかったんで、4連、紫いけたとしても4連5連ぐらいだったんで、そこでしっかり勝ちをもぎ取っていきたかったですね。やはり暴発、ピオガーの暴発っていうのは、まあ致命傷になりかねるけど、まあ逆にね、こういうその奇襲にもなったりするんで、まあ意図的には狙うことはまあできないとは思うけど、まあこういうね、勝ち方もあるということですね。はい、じゃあこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。